イリア・アントノフは、エストニアのサッカー選手。エストニア代表。ポジションは MF。氏名については、イリア・アントノフ、イルジャ・アントノフなどの表記も見られる。2006年に FC プーマ・タリンの下部組織に入ると、2008年には、当時3部であった、ツーリーガの FC ・アララト・タリンに、レンタル遺跡、翌2009年には2部である。 エシリーガの FC キリボリイルビスにレンタル移籍した。2010年にブーマのトップチームに昇格し一部のメスタリリーガで出場を重ねた。2012年には FC レバディアタリンに移籍。移籍後初シーズンとなった2012シーズンでは33試合に出場し3得点を挙げた。2017年にはエアステリーガに所属する SV ホルに2年半契約で移籍。 ウィンターブレイク明けの2017年2月24日のカップフェンベルガー SV 戦でスターティングメンバーとなりエアステリーガでの初出場となった。2016から17年シーズン、チームはリーグ再開でシーズンを終え3部に降格することになり、あと契約が2年残っていたものの、シーズン終了後に1、SNL の NKL ダルベレニエに違約金なしで移籍した。 2012年11月8日の親善試合、オマーン代表戦でエストニア代表として初出場。2015年11月17日に行われたセントヴィンセント・グレナディーン代表戦で代表初得点を挙げた。代表での得点一覧。ありがとうございます。